なんやみんなして。中島くんできる？真ん中寄りにした方がいいの。これ取っといてて今つけました。真ん中にして板をプロペラ状に。2ついてるっすよ。さもうめちゃめちゃおもろいからもうね、年食ってきたらこういうことあんのよ。これ取っとくわ、ノーズだけ言うたけど、レンズいや、あれだ、雪降ってるもん。あ、まあまあまあ、そうですね、うん、はい、カバーしないと何取るんかなと、そのモニター真っ暗なままやな音しか入らへんで、はい、声だけ、音声のみでお楽しみくださいめちゃめちゃおもろいじゃないですか。あるある、そういうことあるある、はい、うん、もうしょうがないよ、やってみてあと下向くと難しいです、目線めっちゃ水平にめっちゃ見てたな今めっちゃ見てたな。そうなるよね、そうなるよね。おお、なんかちょっとぽかったやん。下下下で。あ、わかった。俺バック背負ってるからできへんやん。絶対さ、もうそれしか考えられへんわ。これバック取ったらできるで。できへんやん。全然できへんやん。何それ。それやばい。何今の。わかんない。これはあの応用、これの応用で。あ、そうか、こうか。こうやね、最初。きっかけ、こうやね。ちゃうやん。全然ちゃうやん。なんや、どうやってできんねん、あれ。これすごい。あんなもん、竜巻旋風脚やんけ。竜巻旋風脚。そんなもん。そんなもん、竜巻旋風脚やんけ。いや、こうなるでしょ。はい、振動ジャンプ。ほら、止まるやん、絶対止まるやん。乗ったらもう、ちょっと上げとく。あ、テールに乗ったらもうこれ。よう分からへんで。これだけでこんなに遊べちゃう。あの、まだ俺40度ぐらいしか回れてないよ両足のどっちがむずいかな。両足の方が難しい。本当っすか。ちょっとラマさんもう一回両足見させてもらっていいですか。両足のこれなら役に立てるちょっといくちゃん、いくちゃん、リク君の出番、リク君リク君の出番。バックサイド方向やったら、もう縦つま先と、つま先カマーして、左後ろ足だけつま先カマーして、このままバックサイド方向に行くときに。ゆぐちゃんグーフィーやもんな。ゆぐちゃん。こっちやもん。は？最初上半身だけねじ込んで途中で下半身蹴り出したら、今教えてもろてんねん。すごくないですか。いやもう意味わからへんで。パブロフの回るわ。ゼロドライブって回ってへんやん回ってへんやんか。おお、ちょっといったね。ほら俺の方が小西よりうまいで今その最初のシュビン
ていうのがさ、これが速さがすごいですよ。ないねん。おこのひねりで回ってる最初に最後の数ローテ目を足すとぐる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 、蹴り出しを使っちゃうんじゃなくて、最初は上半身で下半身を引っ張り込んでいく。ああ、そういうことか。レイトのそういうことか。はあ、はあははあ、上半身先に持ってってすげえ。そんな早く回れないんだよ。おーすごいすごい。ぶっさくやほんま。ほら、高野くんやばいよ。いや、やんのよ。すごい。目回りたいよ。なあ、全然目回らへんで。上半身の旋回動作は、エッジングしてる時って上半身自由にするとか、面の時って上下半身が反作用するとか、だから、かまして、かまして、かまして、あの人は一体何を言うとかなんですか。エッジがかかってる時に上半身回さないと反作用で板が逆側に回っちゃうから、ちょっとなってた。でもイグちゃんは2だよね。ほらほらほら、イグちゃんは2使ってるよね。一瞬反対側に。ラマさんはヒールなのね。なんでラマさんはやりやすいかって、フォアグリーン全開入ってるんですよ。あ、これ全開のフォアグリーンちょっと入れたらね、しかもどんどん立ってるから。本当だ。はい、どういうこと。あ、本当だ。やりやすい。で、その時にトゥエッジを囲んでかましてあげながら、上半身だけを振ってもう一回息。はは、うん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 だ。いや、ほらほら。逆だよ、今の。え、フロント？フロント。気持ちはわかる。ロックしてるっすもんこれ。気持ちはわかる。ロック生かしたいのよ。生かしたいのよ。嬉しい。ブルーンでサブロック回るっしょ。そうか、開放が、ツーローテベの開放がすごい。今までの動画です。ほらほら、今のここです。ほら、ここで行かないのよ。あ、なんか今わかったよ、タイミングが。今なんかタイミング分かった。お、なんや、なんや。途中で分かってへんかった。あれでも飛んでないよ俺。あれなしでしょ。飛ぶとエバタめっちゃディスってくる。え、飛ぶとエバタめっちゃディスってくる。昔僕エバタにそれ襲われた時、飛んでやってたら、それ飛んでるからドライブちゃうで。そういうとこなんです。完成度めっちゃ出てくるんですよ。ここから立てないと。これでも体温まるね。うん。最初のあれでね。うん、すごい。